progress. Progress. Hard to enough. Hard to enough. はい、皆さんこんにちは、庄司潤です。今回ですね、皆さんにちょっと紹介したいニューアイテムが、2点あります。で、まず一つがフリット120ボーン素材フローティングミノ、もう一つがランバーボーン素材で、この2つをですね、まあ、なぜ作ったかっていうところから話をするとですね、まあ、なぜフローティングなのかっていうのは、まあ、使う季節にすごい肝があるんですね。で、僕らが琵琶湖の5月から6月7月、まあ、そのアフターからアーリーサマーにかけて非常によくこのフローティングミノーというのを使うんですね。まあ、理由の一つとしては、そのウィードにアフターの回復したやつがサスペンドしたりしてつくんですけども、それをジャークで誘ってルアーの浮いてくるその動作で食わせるっていうのがこのフローティングミノーのもう最大の特徴なんですね。まあ、この浅い側が一応まあスポーニングエリアになってて、まあ、そのちょっとスポーニングエリアのちょっと大きいで、縦ストのウィードについてるアフターの魚を、まあ、ちょっとフリットのボーン素材フローティングでちょっと釣ってみたいなと思います。まあ、このね、風吹いてる中でも十分ルアーは飛んでくれるんで大丈夫だと思います。もうやってることはずっと一緒です。急ジャークで止めて浮かせるっていう、僕がね、健康サングラスをかけて水中の中を見てる限り、もうオレンジ色のリップが水中の中でも左右にこうバンバンと動いてるのも全部見えるんで、もう明らかに視認性はもう確保できますよね。来た、よいしょ、でかっ、あー、今完全50号ぐらいあったわ。マジか、なんで乗らへんねんこいつ。うわー、マジかよ。多分これ店で買った時よりお客さんがフィールドに持って行って、いざルアーを水の中に入れた時に、あ、こんな見えるんやって多分思うはずなんですよね。はぁ、ちくしょ、今のは悔しいな。来た、やっぱり、うぅ、スペール、うん、やる、はい、浮いてきて、ポッと食いましたね、やっぱり。ああ、最高でしょ。ああ、ね、フリットフローティング最高よ、最高、最高楽しい、楽しい、トップ感覚で遊べる、これはまた新しい見方です。そうですね、やりますか。これでもプリっぽいな、お腹ぽっちりしてますね、うん、すごいプリっぽい。で、同時に同じことが言えるのがこのランバで作ったボーン素材のランバなんですけども、これもこれ基本的に表層クランクです。もう表層でもうこの音をこうコトコトコトっていうのを鳴らしながら弾いてもらうと、それに対してドカーンって出るっていうのがこの、まあ、2つのルアーの特徴なんですけども、基本的にはやっぱりその5月からやっぱりアーリーサマーまで、まあ、使っていただけたら僕的には非常に効果の出るルアーじゃないかなと思います。で、このフリット120に関してはボーン素材で作って、まあ、カラー的なことを言いますと、まあ、カラーがですね、一応
4色出る予定です。でまず最初にナチュラルギル、もう一つがフラッシュギル、であとの2つがナチュラルバスでフラッシュバス。でも今回ボーンにした理由っていうのは、まあ色がすごいナチュラル感を出せる部分があって、すごいねこれもナチュラルギルっていうカラーなんですけども、まあ、ボーン素材の上から直接カラーを吹くことによってすごいねナチュラルなカラーが出るんですね。でこっちがまあナチュラルバスっていうカラーなんですけどもね、でこれも直接ボーン素材の上から塗ってます。でもう一つこのボーン素材にすることで中にねこういうラトルが入ってるんですけども、ちょっとね甲高い音が鳴るんですよね。でやっぱアフター回復系の魚なんで、結構このラトル音に微妙にイラッとしてバンって食うことがやっぱり多々あるんですよね。でそれをやりたいということで、まあ、今回ボーンにしました。でもう一つ一番の今回特徴何かというと、一応ギルカラーにはオレンジリップ、バスカラーにはイエローリップ、まあ、一応蛍光のねオレンジと蛍光の黄色を塗ってあるんですけども、これはなぜつけたかというのはですね、基本的にねいろんなメーカーさんでこの背中をね派手な色に塗ってるミノーって結構あるんですけども、あれってどちらかというと釣り人からだけの視認性なんですけども、今回このリップをボーン素材の上からこういう蛍光色に塗ったことによって、基本的には釣り人からの視認性と、もう一つは水中の中でルアーがこうダートして動いてるわけなんですよね。そこでこのリップがすごい目立つんですね。でバスからの視認性もすごく強くなるんですよ。そうすることによってこれがバイトマークの代わりにもなると、そうすることでフッキングも確実にできますんで、まあでかい魚がせっかく来たのにねバラしてもしょうがないんで、まあそういうバイトマークの意味もあります。でこの2つはね、フラッシュギル、フラッシュバス、まあ、これに関してはホログラム系の色を使ってあるんで、より水中の中でリアクション的な効果を高めることができるっていうのが、まあ、この4つのカラーを、まあ、今回出してきたんですけども、同じようなカラーがランバでも出ます。なんなんもう今はねちょっとびっくり合わせしましたすいませんでこのフリットでボーン素材で作ることによってもう一つすごいいい効果が出るのが、かなりこれ高浮力になってるんですね。だから2回ジャークしてジャッジャッって動いて、でふわーって浮く、で浮くときは必ずこう頭上がりで浮いてきます。でこれはなぜかっていうのは、まあ、例えばバスであったりブルーギルであったり何かを捕食するときに、まあ、ブルーギルなんかでも水面直下にいるような虫とかを捕食するときっていうのはこう頭から浮いていって水面に浮いてる虫をパクッと食べれますよね。でバスもそうです。水面で泳いでるベイトがいたらこうバーって登っていってバーンと食うと、で頭上がりのフローティングにしてあります。で中にねこれこういう細かいラトル音が入ってるんですけども、これはボーン素材にすることによってこう中のラトル音っていうのが感度の高い音になってます。そうすることによってこのフローティングのフリットを水面で浮かしていることによって、こういうねちょっと波が立ってるような日でアクションをつけなくてもこう波で揺れながら音が鳴ることによって、それに回復系のメスがダーンと出ると。で僕の印象では結構ですね、ジャークしてる時はオスが釣れて、で表層で浮かしてじーっと刺してる時には結構回復系のそのメスがドーンって出ることが僕は多いなっていう気はしてます。でもう一つですね、まあこの今回ランバも4色ね出てくるんですけども、ナチュラルバス、ナチュラルギル、フラッシュバス、フラッシュギルっていうこの4色がね出るんですけども、もう全くフリットと同じことが言えると思うんですけども、中にねこういうコトコトオンの系の音が入ってるんですけども、ボーン素材にすることによって甲高い音が出る。で基本的にこのランバっていうのはもう表層クランクなんで、もう投げてもらって、まあ、ロッドを立てるなり、ね、
下げてもらってもいいと思うんですけども、ゆっくり巻いて表層でこうカッタッ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 っていう音を鳴らしながら引いてもらうと、まあ、それに対して、まあ、アフターのオスであったりメスであったりバスがドカーンと出ると。雨降ってるわ、風吹いてるわ、はっきり言って今日なんかもう最悪のコンディションですからね。これその中でバスをこんだけ引っ張り出してくれるわっていうのはなかなか多分ないと思うんで、来た、おやっと来た、おおでかでかでかい、おでかい、よし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 、でかいでかい、やっと来た。チャートに変えて正解でしたね。なんかリップがオレンジからチャートの方がいいかなと思ってちょっと変えてみたんですけどね。うわ潜られた、あーついてるついてる、オッケー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 、おお危ない、よっしゃー、バスからあれナチュラルバスで釣れましたね。今ね最初かかった時針2本ともここに1回かかってて、多分この真ん中がここにかかったと思うんですけど1本外れて後ろだけになったんですけど、なんかねさっきフラッシュギルで結構こう人流ししたら何回もねチェイスはあったんですけどなかなか食わなかったんで、ひょっとしたらリップの色がチャートの方がなんか反応がひょっとしたらいいかなっていう気がして、今変えてもう2投目ぐらいに、うん、このいいサイズが来たんですけど、もう結構なんかアフターの結構回復系ですよね、いい感じで。これの力ですよ、フリットフローティング最高で、まあ、基本的な使い分けとしてはですね、まだそのアフターの時期でウィードが、ちょっと低い頃は先ほど紹介したフリット120のフローティングを使ってください。で、まあ、目安としたら水面下50センチぐらいのところにまだウィードがあるときはフローティングミノを使ってください。でウィードがもうちょっと夏前になってきてもう水面ギリギリまでウィードが生えてくると同じようなエリアでこのランバーを使ってもらえれば同じような効果が得られると思うんで、まあ、この2つを使ってですね、まあ、今までそのアフターの時期が苦手だったっていう人も、まあ、この2つを使ってもらえれば、まあ、あなたでもよりでかいバスが、まあ、釣ることが可能だと思うので、まあ、この2つを使ってですねどんどんでかいバスを釣ってもらえたらいいかなと思いますんで、ぜひ1回試してみてください。